マニュアル好きならあり、嫁用に購入しました。 5AGS でいいか確認のために、アルト F5AGS に試乗してもらって大丈夫そうなので G にしましたが、とても楽しくて自分が乗りたくなりました。自分はワゴン R スティングレイ T です。エクステリア、嫁お気に入り。ちょっとミニっぽくて意外と男が乗ってもいい気がします。ウサギマークはちょっと辛いか。インテリア、こっちはもろに女性向けです。スピードメーターなんて夜点灯させるとめっちゃキラキラしてます。嫁曰くすごく可愛くて最高だそうです。汗。エンジン性能、車重が軽いからなのか意外と力ある気がします。大人2人乗車でも一般道なら問題なし。走行性能、ギア直結でリニアに反応するので楽しいです。回転数と速度が合うのは MT 好きとしては気持ちいいです。なんとメーター内の液晶にデジタルタコメーター表示できます。乗り心地、足回り云々より5AGS がどう感じるかですね。1速から2速はアクセル踏み続けだとかなり引っ張るのでショック大きいです。3000回転くらいでちょっとアクセル抜いてやるとだいぶマシです。 CVT しか乗ったことない人だとなんじゃこりゃって思うかも。燃費、まだ数日なので無評価で。価格、この値段でほぼ全部ついてるので安い方だと思います。キーレススタートやレーダーブレーキサポートもついてます。ただなぜかサイドミラーが今時手動格納だけだと思っていたら調整までフル手動でした。総評、最近の K は高すぎるとよく言われますが、実際 S660 を筆頭にウェイク、タントなどは200万近い、これなんか税抜きで100万切っているのでそこまで高くない K もあるよと言いたいです。装備も必要十分についてます。 5AGS さえ許容できればコスパはとてもいいと思います。ただその5AGS はやっぱり万人に勧められるものではないので、購入前の試乗は必須です。ディーラーマンも必ず試乗させると言ってました。構造や理屈を理解している人は楽しく乗れると思いますが、 AT 限定免許で CVT しか乗ったことない。そもそもCVT って何って人は絶対試乗してください。まず坂で下がりますわら、変速ショックも1、2速は結構大きいです。値段につられて試乗なしで買うと痛い目見るかと。追記です。2ヶ月で 2000km 走った時点で平均燃費がリッター 21km です。アイドリングストップもエネチャージもなしでもここまでできるなら余計なものはいらないんじゃって思いましたわら。